それではまず森下投手から始まりましょう。真っ赤なスタンドに後押しされての3勝目、おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんのファンがこうして締め込みを見守ってくれていますが、今どんなお気持ちでしょうか。今日はもう最低限の仕事しかしてないので、コウスケさんはもう全部お願いします。心配している方もたくさんいますが、そのあたりはいかがですか。あ、もう大丈夫です。ただ本当に今日見るのは、打線の初戦から効果的に得点を重ねて、森下投手の力もありました、田中選手の2本のタイムリーツーベースもありました。打線の援護はどのように感じていましたか。本当にありがたいと思ってます。祈るような気持ちでガッパを見守っていましたけれども、踏ん張りました。この場面振り返っていかがでしょうか。いや、もう本当に守ってもらえて、はい、なんとか本当に最低限の仕事できてよかったです。さて森下投手、今日はカープのファンクラブの企画で、東京であったり、あるいは名古屋、関西圏から新幹線に乗って駆けつけたファンを見守っていました。森下投手の活躍をずっと見てくれていたと思います。でも本当遠くからわざわざ応援ありがとうございます。なんとか今日勝てて本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは森下投手に最後また一言お願いさせていただきます。それでは田中選手に入りたいと思います。ナイスバッティングでした。追加点が欲しいという4回でしたけれども、先頭の坂倉選手がもう初球から行ってツーベースヒット、その後田中選手も初球から行きました。非常に流れるような攻撃だったと思います。振り返っていかがでしょうか。僕もね、マスと同様、最後に、実行したことがたまたまいいところに飛んでくれたので、それがいい結果に繋がって、2本目のタイムリーツーベース、こちらピッチャーの代わり花から打線が捉えて、つないでというところで田中選手の打席でした。こちらはどんな気持ちで打席に入りましたか。そうですね、龍馬と坂倉が、いい流れを持っていったので、最低限外野フライを打とうとしたのが、これもまた、いい展開だと思います。粘り強く投げている森下投手のピッチングというのはどのように。そうですね、本当にシーズン明けで、本人も完全ではないとは思うんですけど、すごく楽しいですし、みんなもね、もっと勝利を積み重ねていってほしいなと思います。
や本当にたくさんの声援が自分たちの力になってます。今後もたくさん声援よろしくお願いします。